破滅と交代、流動と転化、万物は神の公平なる意志に準じている。盗んだ種子からは何も実らず、欲望にくらんだ目に果てが見える。囚われの造物は完璧になることはない。当然あなたも逃れることはできない。これは古き鎖、あるいは人々が憧れた奇跡、神の奇跡を作り、永遠の闇へ。秘密を覗く者、目を捧げよ。一人が二人に運命は回り、やがて償われる。枯れてしまうのは花だけじゃない。